さっき家に帰ってきてご飯を食べました。そして今です。わあ、ありがとう。なんか新幹線がめっちゃ遅れてる。そう、新幹線混んでた。うん、混んでたし、なんか遅れてた。なんか地震の影響なのかな、わかんないけど、なんかね。ありがとうございます。ありがとう。地震の影響かも。なんかね、速度を落として通るところがなんか結構あって、お盆、いや、お盆ってのもあって、そうですよ、ちょっと人がたくさんいました。混んでるよ。もうあのいつもさ、自由席がさ1号車から3号車まであるんですけどね、そこも指定席になってるんですよ、お盆の間は。だからほんと予約してないと全然乗れない感じ。そう、全部指定席です。デリーもありがとう。ありがとう。うん、なんかそう、速度落として運行してるところありました。明日はね、あのお話し会なので、広島で2日間、明日は浴衣でお話し会です。ありがとう。犬もありがとう。たどり着けるか心配。え、会場ですか？中小企業会館だっけ？確かにちょっと市内、あれ、どこなんかわからん、何区なんかわからんけど、ちょっと遠いんかいね。駅とかからでも多分遠いよね。西区、あれ西区なの？そうなの？全然なんかさ、広島住んでもう6年はもう丸6年は経ってる、もう7年目なんですけど、全然土地感がいまだによく分かってなくって、あれ西区なんだ。でも結構遠い気がする。え、分かる、このどこまで広島、そう、なんか市内ってどこまでなのかが全然分かってない。しかもさ、なんかさ、なんか独特なんですよ、広島でさ、なんか市内って言われる時とか、あとはなんか今日町行くとか、なんか町っていう存在、町とはどこかみたいな、本通りのことが町かみたいな、なんかね、独特な用語を使うんですよ。で、なんかね、なんか曖昧、うん、わからん。私的にはどこがマジか、本通り付近なんじゃない。いや、わかんないけど、わかんない。なんか市内も本通り付近のことだと思ってる、イコール町だと思ってるんだけど、その辺かなみたいな。
ただなんか何ここが何区とかは全然理解できてない。だから今中小企業大会西区なんだと思いました。そうなんだって。もう西区って言われてもあのすごいピンとくるわけじゃないんですけど、行ったことはあるはず、行ったことあるはずっていうか明日も行くし行くんだけど、あのカフェとかで行ったことはあると思う。西区、アルパークの近くだよ。いやマジむずいね。なんかアルパークの近くね。サンプラザ、サンプラザか。あそうそうそう、なんか前もなんかよく STU がなんかお話し会とかを中小企業会館でやったりするんですよ、そのリアルの。前回もあって、その時になんかよくこうお話し会でレーンに来てくれる人たちがあのちょっと空いてる時間アルパーク行ってきたみたいなのに聞くなと思いました。確かに今それを思い出したわ。アルパークなんか合間にアルパーク行ってきましたみたいな人結構いる。近いからか。ご飯食べ、そうだよね。ご飯、あれ何ショッピングモール、待って、アルパークが私いまいちよくわかんない。アルパークってさ、あのめっちゃでかいさ無印があるところ、あれアルパークかいね。なんか本当になんか一番大きい無印良品だっけ、あ良品がありますよっていうところだよね。無印良品だった広島で一番、広島でっていうか、この世界で一番、そんなことはない、なんか広島で最大なんかな無印が目印、そうです、無印が目印。なんか2回分ぐらいあった気がしたんだけどそんなことない、日本一だよ。そうだよね、なんか一番大きいんだよ確か。あご飯も食べるとこもあったはず。もうなんかその回が無印って感じになった気がする。なんか無印のイメージが強いわ。無印とアルパークは一応別の施設、そうなの？別、なんかアルパーク内にある無印かと思ってたんだけどありがとう初見さん。中村舞です。初めて行く、何中小企業会館どこどこ中小企業会館、気をつけてきてね。西区ね、まあむずいですね。まあでも西にあるんだよね、きっと。きっとそう。広い？広いよ、中小企業会館。
なんだか不安になってきました。不安にならないで、大丈夫だよ。詳しくないか、なんか、広島、なんかあれですね、開拓してないんですよね、こう新しいところをどんどんなんかどっかね、もっと開拓してったら詳しくなるんだろうけどね。こうお休みの日とかにこのカフェとかいろいろ行ってたら詳しくなるんだろうけど。カフェあんまり行かないんだよね。ラーメン屋、外出はどうだろうね。まあどうだろうね、暑いからな。プライベートも最近プライベートでもう魂抜けてるんだよね。もうポケーってして本当にもうあれですね、基本ちょっと魂が抜けてるので、頭を使ってないんです。ありがとう。明日明後日は浴衣お話し会で、明後日はあれがある、カラオケがある。カラオケ21から21時からでビビったね。え、私もビビったんだけど結構遅めのカラオケ。30分ぐらいかな、カラオケ大会は。ちょっとね遅い。ってかなんだっけ、祝日なんだよね月曜日は。二次会みたいな時間帯お話し会のお話し会二次会行くぞー。山の日か。来てありがとう。プライベートでカラオケ行きません。最近行ってないですね。てかもうなんかね、気力がないのよ。あまり。なんか本当にもう本当にね、もうねえ。
もう練習したくなったら行くかな。なんか練習したいなと思った。ゲーセン行ってないね。やっぱり今日朝昼夜何食べようかなってエネルギーをチャージするもののことを考えて今日はね写真集にねサインをいっぱい書いてたんですけどね、他のねガールズグラフさんもちょっと見たりとか、特典とかも見たりとかして、写真集も実際にあの紙のやつ見たんですけど、なんか紙で見ると、あ、そう、なんか先に電子版のちょっと見てたんですよ。その電子版っていうか、そのもらっててファイルみたいなの、こういうのが載るっていうのは、まあ、なんとなくこう知ってたんですけど、実際にこう本でもらった時にすごいなんかもうめっちゃ感動して、すごいってなって、そう、なんかめっちゃなんか嬉しかったです。本当にそう、データでは見てたんですけど、もうね、あのココちゃんが、ココちゃん、ももちゃん、ココちゃん写ってるんですけど、ココちゃんのレタッチ頼んだんですよ。ここレタッチしてもらっていいですか。そしたらね、若返ったんですよ、ココちゃんが。もう本当に見てほしい、本当にココちゃんがもう本当にね5歳ぐらい若返りました。もうおーっても感動した。ココちゃんが若返ってる。なんかあのちょっと修正頼んだんですけどももちゃん、じゃあももちゃんはもう安定にカメラ目線が全然できてなくって、世話しないんです。ワンちゃんにシワとかあるの？あ、でもうちのワンちゃんシワじゃないんですけど、あのココちゃんは特に白内障がすごい進んでて、そうだからいろいろとね、ここお願いしますって、あ、考えたマイキーは若返ってる、マイキーは若返ってないと思うけど もう終わっちゃう。そう、ワンちゃんはね年を重ねると白内障になっちゃうんで、うん、結構な確率でもうなる。58分か。ちょっと男女予防。考えなしさん、ためですさん、スルメッコさん、フリーライダーさん、リョンキューさん、ハヤリンゴさん、トールさん、キナペコさん、よっちゃん五一さん、サクマルさん、ティンさん、東京のスワンさん、1位はドルドルンクマネパパさんでした。ありがとうございました。最初見てくれてありがとう。明日は何の髪型にしようかなか、どうしよっかな。おやすみなさい。また明日。皆さん、あの気をつけて来てください。あ、そう、あと暑いと思うので体調気をつけてください。迷ったら、西に進んでください中小企業会館が見えてまいります。
迷ったらアクスタを持ってる人についていけば大丈夫です。周りにいる、そう、うちわとかアクスタとか持ってる人についていけば つきます。おやすみなさい。また明日10時から一部だよ。また明日ね。おやすみ。明日は日曜日。